平ラタグモカユロクターデイは、雲ク目モモクにところ属する分類群の一つで、岸壁などに張り付くように生活する雲の群である。チリグモカと区別するかどうかは、意見が分かれる。平ラタグモカに属するものは、三つの爪を持ち、古い板を持たない。全体に扁平な、中型から小型の雲である。頭胸部は、やや幅広く、盛り上がらず、前の橋は、目のある部分の幅くらい前に突き出るが、 目そのものはより中央近くにあり、互いに寄り合って配置する。目は8個、4個ずつ、前後2列に配置。前中目はやや離れるが、前中目と前側眼は、ほぼ接する。腹部もやや平らで、特にはっきりした特徴はない。糸イ,イボは3体、前イボはない。特に後イボが長くなり、先端が内側向きに少し曲がる。その間に、 肛門のある部分が丸く盛り上がり、周囲に多数の毛を持っているのも特徴の一つになっている。ふわしはやや頑丈で、四つ足ともほぼ同じくらいの長さだが、その配置が得意である。おおよそは、前二体が前向き、後ろ二体が後ろ向きに、全体としては放射状に伸びる。だが、普通は素直に前を向くか、先端へ向かうにつれて内側に曲がるものが、 このトガのものでは外側に曲がっている。このような配置を取るのは他にチリグモカがあるくらいである。壁面に張り付いて活動するもので、野外では岩壁や大きな石の立面等に生息し、一部は人家の壁にも見られる。普通は薄い膜を重ねたような背の低いテント状の住居を作り、その外に受信糸を張り巡らせて獲物を待つ。 獲物がこれに触れると、クモは出てきて、獲物の周りを回りながら、糸をかけ、それから捕獲する。平田蜘蛛の巣周囲に、受信糸が見える。このトガは、形態的には、チリグモ科のものによく似ている。しかしチリグモ科のものには古い板があることから、かつては全く別の系統に含まれるものと、考えられてきた。ただ、この二つのトガの類似は、大まかな外形や、 生息環境のみでなく、不足の配置、肛門周囲の毛の配列、巣や獲物の捉え方にまで及ぶことから、単なる修練で片付けるには似すぎているという面がある。その後、古い板の有無が系統を分けるものではないとの判断が出たことから、両者を同一の都がとする判断が広まった。その場合、これらをチリグモかにまとめ、現ウィキペディア英語版もこれに習っている。しかし、 日本では古い板の有無により重視する立場を取る研究者が多い。ここでは斧に従い、独立家としておく。彼は生殖器の構造と、それ以外の特徴でも、両家を区別修理としている。また、禁煙のものとして、長いボグモ家が挙げられている。独立家とした場合、このトガには、世界で山族20種ばかりが知られる。日本では、平田雲族の平田雲のみが知られる。 それ以外の種に関しては、チリグモ科の属種を参照のこと、ありがとうございます。